片山津ゴルフクラブは石川県加賀市新保町に事務所があるゴルフ場。加賀市新保町に白山、加賀、日本海、コース、同市長井町に西コースのゴルフ場がある。片山津ゴルフクラブは1956年5月新たなゴルフ場建設に向けた北起人会により北陸観光開発株式会社が設立されコース設計を 佐藤義一に依頼することが決定された。1957年10月、母体会社、片山津ゴルフクラブが発足され、アウトコース9ホールが完成、同年11月1日、仮開場した。1959年9月、インコース9ホールが完成、片山津ゴルフ場、コース18ホールが開場した。1962年11月、 白山コース同様に、コース設計を佐藤銀一に依頼し、日本海、コース9ホールを増設。その後、1967年10月、日本海、コース9ホールを増設。片山津ゴルフ場、コース36ホールとなる。1971年8月、第2白山コース18ホールが完成した。1974年11月、 山城山中ゴルフ場18ホールが完成。1980年6月、山城山中ゴルフ場9ホール完成。計81ホールになる。1990年11月、山城山中ゴルフ場9ホールを増設。山城山中ゴルフ場、コース36ホールとなる。片山津ゴルフ場と合わせコース全90ホールの規模となる。 1996年7月、加賀コースの改修を加藤俊介に依頼し完成した。2020年3月、山城山中ゴルフ場の名称を西コースに変更した。白山、加賀、日本海コースを設計した佐藤銀一は、米国カリフォルニア大学で学び、米国で100勝以上したゴルフ設計家である。帰国後、広野ゴルフクラブのクラブ選手権を12連覇。 日本アマ3連覇を含む4勝した。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本オープンゴルフ選手権競技大会など多くの、大会開催の実績がある。郵便番号922-0401石川県、加賀市新保町と1-1郵便番号922-0857石川県加賀市、 長井町79-1ありがとうございます。